そろそろ焼けるかな。できた。あとはクリームを塗って。いや、来たね。ちょうど出来上がったところだよ。何がって？まあそこに座って。どう？俺が作ったんだけど。なんでって。君の誕生日だからに決まってるじゃない。さあ、ナイフを持って。一緒にケーキを切り分けよう。ん？これじゃあまるで結婚式みたい？じゃあ君は俺の花嫁だね。今ケーキをお皿に乗せるから。美味しい？そう、それはよかった。ねえ、知ってる？新郎からの新婦への一口は一生食べるものに困らせない、新婦からの一口は一生美味しいものを作ってあげるっていう意味が込められているんだよ。でも君のそんな美味しそうな顔を見ると、俺が君に一生美味しいものを作ってあげたくなるね。え？じゃあ代わりに一生食べるものに困らないようにしてくれるって？じゃあ俺と本当に結婚してくれるんだ。はい、あんして。俺が食べさせてあげる。冗談だよ。でもそんな赤い顔されると、冗談にしたくなくなるな。それで、これは誕生日プレゼント。え？ケーキがプレゼントだと思ったって？あれはおまけ。こっちが本命だよ。さあ、開けてみて。どう？君のイメージに合わせて買った食器なんだけど、気に入った？よかった。実はこれ、俺とお揃いなんだ。また顔が赤くなった。二人の時には一緒に使ってもいいかな。うん、ありがとう。まあごめん、なんだかくすぐったくて。こんなことを今までしたことがなかったから。ハッピーバースデー。君と一緒にずっとこの食器を使っていけたらいいね。